ソンツンです。今日は案件依頼ということでちょっと雨の中なんですけれども、撮影に行きました。 AIA タワーという中の方に入っているスカイ21というところで、アフタヌーンティーを、撮影に行ってきます。 AIA タワーというビル、ご存知の方もねまあまあいらっしゃるかなと思うんですけれど、一応簡単に場所だけ説明しておきます。このグランドリスボアから、まあ、やや斜め向かいぐらいにグランドエンペラーというホテルがありまして、グランドエンペラーホテルの正面ロビーの向かいに立っている、今見えているこのビルが AIA タワーとなります。では AIA タワーのビルの前まで来ましたけれど、テンとね漢字で書いてるんですが、スカイ21の方へこれから上がっていきます。まあ、スカイ21という名前の通りですね、21階になりますので、これからエレベーターで上がっていきます。でこのスカイ21というのは日本の方もインスタとかでね写真載せていたりされるぐらいなので、ここへ来てお酒飲んだりしたっていう方もねまあまあいらっしゃるかなと思うんですけれど、まあ、簡単に言うとレストランバーみたいなところですね。昼はまあランチのメニューがあったりであるとかで、今の時間であればアフタヌーンティーのセットで、夜はですね、バーであったりとかレストランであったりとかというところなんですけれども、今回はアフタヌーンティーセットの撮影ということで、協力をいただきました、LET ホールディンググループの皆さん、今回どうもありがとうございます。今日の、スカイ21でのアフタヌーンティーですね、飲酒シャウチャー、まあ、イギリス式アフタヌーンティーということで、3時から5時半まで、金曜日から日曜日と、祝日の時のみとなっておりますので、それ以外の日に来てもアフタヌーンティーセットは今のところやっておりません。2人であれば368パタカ、528パタカというのが3名様の料金となってます。メニューこんな感じになってるようですね。あとそれからアフタヌーンティーのセットにはこういった飲み物が含まれております。これらの料金には 10% のサービス料および 5% の政府税がかかります。単品でのメニューもございます。でこちらの方がですね、屋外のテーブル席になってます。向こう側に見えているのがタイパ島のエリア、マカオタワーもですねちらっと見えております。で反対のこっち側を見ていただくと、グランドリスボアホテル側の方になるんですね。で本来はですね、アフタヌーンティーのセットはこの屋外テーブルのところで食べるというのがですねモチーフになってるんですけれども、今日はですねちょっと雨の方がですねまあまあ強くなっておりまして、この屋外のテーブルのところは今日はですねもう濡れておりまして開放されてないということなんですね。ですので今日はあの屋内の方でアフタヌーンティーをするんですけれども、もしいつか皆さんがアフタヌーンティーセットをこのスカイ21でするという場合はですね、晴れていればこの屋外のテーブルでするということになります。今日はね2人で来ておりまして、私が注文したのがこのグレープフルーツスカッシュと、あともう一つこっちがドングワチャのホットですね、黒糖が入った冬瓜のお茶です。非常に爽やかなフルーティーな飲み物、まあいつもねコーヒーばっか飲んでるんで、たまにはこういうのをね飲んでみました。ほんのり甘い、あの疲れた時とかいいんじゃないでしょうかね。
では今日のですねアフタヌーンティーのセットが来ました。3段階になってます。でもう一つですね、こっちにシーフードがありまして、ここまだすごいんですよね。ロブスターであるとかね、ホタテ貝であるとか、ムール貝であるとか、あとカキとかもねあるんですけれども、こっちの方はですね LET グループさんからの、はい、あのまあ、プレゼントということで、本来のアフタヌーンティーはこちらの3段階になっているやつのみとなっております。レストランバーということなんでね、こういったシーフードもあるということで、はい、今回はね持ってきてくれました。まあ、シーフードの方はですねこういう風な薬味がついてるんですけれどもね、わさび醤油もあるんですが、こっちのわさびこれはさすがに多すぎますね。あとはなんかスイートチリソースとか、あんまり私使わないんですけれど、そんなのがあります。白ワインとか飲みたくなるんですけどね、こんなん食べるとね。うん、いいね生牡蠣、あすごい新鮮だわ。お酒のつまみにいいねこれはね、うん、ロブスターです。よっしゃ、次はシーフード食べたんで、本来のセットメニューであるアフタヌーンティーの方に行きましょう。なんかどれから行こうかなちょっと迷うんですけれども、まあじゃあこの上の方から行こうかな。こっちのスコーンからね行くんですけれど、このガラスの中にブルーベリージャムとマーマレードが入ってますね。さっきのシーフードと違ってね、なんか僕がこういうの食べてるとちょっと恥ずかしい方な感じもするんですけれど、いただきます。うん、なんかちょっとリッチなね、午後の時間を過ごせることができていいですね。この金箔の乗ってるやつなんだろう。マグロかな。うん、マグロ。うん、ちょっと辛。辛。マグロ辛。チョコレートめっちゃ濃厚でうまい。生チョコレートっていうやつかな。ではアフタヌーンティーセット美味しくいただきました。どうもありがとうございます。ごちそうさまです。はい、では今日は案件以来ということで、スカイ21でアフタヌーンティーをですねしてきましたけれども、まあ、スカイ21というところは、まあ、先ほども言いましたけれども、レストランバーみたいなところで食事もできるし、お酒も飲んだりね、またこういったアフタヌーンティーもあるということで、なかなかねいいお店なのではないかなと思いますし、これねマカオの地元の人でもねここへ来てお酒飲んだり食事されたりしてるのをよく聞いておりますので、まあ、非常に人気のあるお店かなと思います。まあ、ちょっとね今日天気ね全然良くなかったんですけれども、ここから見える景色もねいいと思いますので、まあそうですね、晴れていれば明るい時間帯でもいいと思いますし、夜景を見ながら、食事したりお酒飲んだりするのもねいいところなのではないでしょうか。なかなかねマカオっていろんな高級レストランがあるんですけれども、これ景色を見ながら食事をするところってねそうないんですね。まあ、景色を見ながら食事を楽しみたいということであればですね、スカイ21も、候補の一つにされてみてはいかがでしょうか。
ということで、スカイ21の URL もしくは Facebook かな、あると思いますので、そちらの方また概要欄の方にリンク先載せておきますので、ちょっと興味があるという方はそちらの方も、またご覧になってください。それでは今日ここまでということにさせていただきます。マカオ散歩のソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。